二人ともまだちゃんとお母さんとバイバイしてないんだよ。おばちゃんだっておばあちゃんだってお父さんだってきっとみんなそうなんだ。海でいなくなったお母さんもそうかもしれない。そうなの？バイバイしなきゃいけないの？ああ、バイバイなんか嫌だ。ひとみ、さっきも言ったろ、どこにいたってみんなお前たちを見守ってる。いつだってそばにいる。いつだって一緒に生きてる。ずっと？ああ、ずっと。だから怖くても辛くても少しずつでもお母さんが大好きだった海の方を向くんだ。何かを恨んだり責めたりしないで、今暮らしている場所や周りの人たちを大切にして生きていくんだ。お母さんが瞳に会いに来たのは悲しいからじゃない、悔しいからじゃない。ちゃんと前を向いて歩いてくれるようにバイバイ言いに来たんじゃないか。ここからはもう自分の足で歩いていくんだ。できるだろう、俊太。兄ちゃん、バイバイしよう、ひとみ。お母さんとちゃんとバイバイするんだ。うん。そしておじちゃんが言ったように自分の足で歩いていくんだ。うん。あ、そうだよ、あれだよ。ちょっと待ってやってください。すいません、ちょっとだけでいいんです。ちょっとだけ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、